2月17日日曜日、多久市児童センターあじさいで文化祭が行われました。この文化祭は1年間のあじさいの活動を利用者に振り返ってもらおうと昨年から行われているもので、今回は市内外から222人が訪れました。文化祭ではあじさいで行われているニコニコサロンや健やかタイムなどの活動の記録をパネルにした写真展や 3D メガネを作る科学教室、佐賀女子短期大学の学生によるミュージカルオズの魔法使い、大型絵本の読み聞かせ、音楽に合わせて参加者みんなで踊る親子ダンス、 FM 佐賀ハロータクのパーソナリティでタクの歌でおなじみ池田孝臣さんのアコースティックライブなどが行われました。あじさいでは今回の文化祭のアンケート結果を集約し、利用者に喜んでもらえるよう今後も新しいサロンや催しを行っていきたいとしています。びっくりしました。飛び出るところが面白かったです。みんなとできて楽しかったです。難しかったけど楽しかったです。面白かった。楽しかったです。ミッキーマウスのダンスが楽しかった。1年 の、 あの活動の報告と一緒にあのこちらで行っているサロンとかをあの知っていただこうと思ってあの開催しました。あのいつも来てくれる子どもたちも懐かしい顔の子どもたちもたくさん来てくれて、あの楽しい時間を過ごすことができました。今後もまたあの保護者の方にもアンケートを取ったりして、あの新しくまたいろんなあのサークルとかあの催しを考えていきたいと思っています。